チュース。はい、こんにちは。ちょっと元気なくなってきたんじゃないかな。平気。まあ、今回は、桜と鳥海山の、まあ、写真の紹介なんですけども、まあ、たまたま今回ね、4日間ちょっといろいろあちこち行ってきたんで、まあ、そのエピソード、まあ、君なんか話してみたいことあるのかな？君の目が充血してたこと。充血してた。はい。ありゃ、それはどうして充血したのかな。なんか運転で疲れたんじゃないか。ははやっぱり移動距離が半端なかったからね。相当すごかったよ。といえばやっぱりね、あの君はやっぱり疲れてたんじゃないのかな。何？あの居酒屋でね、ほらトングがねスプラッシュしてね、あの2回スプラッシュ、2回連続スプラッシュで、自分のあのね。おべべにね、なんだオーロラソースみたいのがついちゃってね、僕がふきふきしてあげたんだけどね。日常茶飯事。ああそうなのね。またこれからもスプラッシュしないように頑張ってくださいね。よろしくね。はい、以上です。